走り回っているうちにいつの間にか日は暮れていた。聖帝祭の終わり、あとは片付けと高野祭の時間だ。高校と焚かれたキャンプファイヤー、ベアダンスを楽しむ子たち、聖帝祭の売れ残り兼打ち上げの食事を楽しむ子たち、いつもなら大興奮な馬娘ちゃんたちの姿を前に、私は噛まれた？今の影、まさか。